はい、えー、こんにちはレトスのオーノです6月16日の三問に入る前にアドバイスをさせていただきますやる気がなくならない限り失敗はありえない哲学者であるエルバート・ハバードの言葉ですやる気っていうのは勉強において非常に重要な要素となってきますやらなければならないけどやる気がない これだと勉強ってできないですよね。そんな時に何か対策を考えていますかやる気を出させるスイッチっていうのは人によって異なるんですね。私がやる気がない時っていうのはもう勉強しないんですよ。で、これは私にとって一番の解決策になってるんですね。で、これをやることによって逆にやばい、やらないとまずいっていう風にやる気が出てくるんですよ。で、この期間っていうのも私は一日も勉強しなかったらこの状況になるんですね。やばい、まずいなって。 もし一週間くらい勉強しなくても大丈夫だっていうのであればこの方法はやめといた方がいいです。私は一日でこれで解決するんですよね。またやる気が出てくるので。なので私にとってはこれが一番の解決策になってます。あなたにとってやる気スイッチは何でしょうかこれを探すのは非常に重要なことです。ぜひ探してみてください。まだ今からでも間に合いますので諦めずに頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入っていきます。A 所有の土地が A から B。 B から全員無過失の C へと売り渡され移転登記もなされたが A の錯誤が原因で AB 間の契約が取り消されたこの場合 A は登記なくして全員無過失の C に対して錯誤による取り消しを主張できるルか×かという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えはこれ×ですねで問題文の状況を絵図にするとこんな感じです A が B に土地売り渡して、B がこの土地を C に売り渡したという状況なんですね。で、C さんっていうのは、A さんが勘違いをして売っちゃったよってことを善意無過失、つまり何の落ち度もなく知らなかったということですね。無過失っていうのは落ち度がないということで、善意っていうのは知らないってことなんですね。何を知らないかっていうと、 A が勘違いして売ったこと。つまり A が、えー、作後に陥っているということを知らないってことですね。で、知らないし、それに対して何の落ち度もないんだ。無過失なんだという状況です。で、この状況で、A は C に対して取り消しできるかって言ってるんですけれども、結論から言うと取り消しできないんですね。この作後により取り消しっていうのは、全員無過失の第三者に対して対抗できないんですよ。 今回 C さん全員無価欠ですよね。つまり A さんは C に対して対抗できない。つまり A はこの土地返してっていうふうに C に言えないんですね。つまりもうこの土地っていうのはもう C さんのものなんだということになります。これは陶器の有無は関係ありません。まあ、今回 C さん陶器持ってるんですけども、C さん陶器なかったとしても陶器があったとしても関係なく全員無価欠であれば保護されます。で、問いにですね。 宅建業者が免許の更新申請を怠り、その有効期間が満了した場合、当該宅建業者は遅滞なく免許証を返納しなければならない、マルかバツかという問題です。え答えはバツですねえ。有効期間が満了したとしても、免許証を返納する義務ありません。で、免許証を返納しなければいけないのはどういった場合かっていうと、廃業した場合、または成年非公認人となって免許取り消しになった場合などなんですね。 なので、この部分っていうのは対比して、しっかり頭に入れておきましょう。まあ、超重要ポイントです。問いさんです。宅地造成等工事規制区域内において、宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4メートルの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。丸かツかという問題です。で、答えは、 これ誤りですね。4メートルの擁壁の設置であれば、まあ、政令で定める資格を有するものの設計によらなくても大丈夫です。下記2つについては、一定の資格を有するものが設計しなければなりません。5メートルを超える擁壁の設置。霧土または森道する土地の面積が1500平米を超える土地における排水施設の設置。これらについては、 一定の有資格者による設計が必要となります。では、この一定の有資格者って誰なのかというと、例えば土木家とか建築家の大学を卒業して土木や建築の技術職として2年以上の実務経験があるものなどを指します。まあ、建築士とかもこれに当たります。また、高さ5メートルの擁壁というと2階部分に相当するぐらいの高さなので、まあ、それなりに高い壁ですよね。 これ崩れたら危ないので、一定の有資格者による設計が必要だということになります。そして最後に、弊社レトスは現在短期集中実用カップ講座を開講しております。これまで勉強してきたけども実力がつかない。どうやって勉強したらいいのかがわからない。試験日までの計画が立てられない。わからない部分について質問がしたい。忙しくて時間がないけど、今年絶対合格したい。もしそう思っているのであれば、 短期集中実用カップ講座であれば今お話した5つの課題全て解決することができます無理なく無駄なく効率的に勉強していくのが短期集中実用カップ講座です一緒に勉強して合格を目指しましょうあなたの受講をお待ちしております短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんでぜひご確認くださいあなたの受講をお待ちしております